久保さんまあ僕ね、インスタね、久保さんもなんかちょっとインスタ少しやってますよね。たまになんか僕のフィード出てくるんですけど、この前ね、インスタの DM で、FX やってますかみたいな。あ、やってないですって、ちょっと、返信来たかな。ちょっと見ていいですか。あ、来てないですね。はじめまして。 FX バイナリーオプショントレーダーの〇〇と申します。FX ではバイナリーオプションの経験はございますかないですね。変人来てないですね <laughs>。ないですねって一応送っといたんですけど <laughs>。そう、あの、インスタの DM もね、結構いろいろ来るんですよ。で、たまにまかけるんですけど、まあ話に乗ってあげるときもあるんですよ。で、あの女性、ネカマアカウントはちょっとめんどくさいんで、もうやってないですけど、 その人のフィードあの投稿する投稿いくと、まあ、確実にそのブランド物のバックブランド物を身にまとい、えー、高級フレンチ料理の写真高級車 <laughs> そしてどっかが誰だか分かんないそのどこから引っ張ってきたのか分かんないですけどとにかく綺麗な韓国人風女性みたいなもう一緒やんみたいな。 全部一緒 <laughs>。面白いことに、あの韓国系の女性のあの美人ってほとんどなんか変わんないですよね。ま整、あ、形大国っていうのもあるんでしょうけど、いっぱい素材どっかがあるんでしょうねそう。で、面白いことに、一応僕、あの今、インスタの DM って、その一般とメインとか分けられるんですよ、フォルダーみたいなの。で、そういうその DM は一応そのメインじゃなくて一般に一応入れとくんですよ。で 1>, まあ 1, 年後1年前に来たやつとか見ると、もうあのこのアカウントは凍結されましたみたいな、なんかもうないっていうねもう消えてるっていう、だからその、数年後にその DM 送ってきたアカウントがあるのかないのかっていう確認するのがちょっと楽しみですね。投稿してるのかなとか。いや、いですね。僕と久保さんずっとやってますけどね。いってらっしゃい。